できてきて、やっと70分走ってて100分近づいてくると思うんで、そこはすごく当たりじゃないかなと思います。後ろから向くことに迷惑に変われるので、やっぱり11人目のヒートプレアとして、まあ、そういう距離を作れますし、まあ、チームのボールの前に運ぶのを優位に助けられるっていうところが3ポイントです。今ジェスタシーのエレンソン選手が足元抜群ですし、キックもすごい飛距離もですし、精度もすごいので、そこは思います。吉さんの印象のことはやっぱおまけ、おまけさん、ラスト1本取られて決められた時の、あ、おまけ行くよっていう一言がめっちゃ、ああ、食べれば食べなかったかっていう気持ちになるんで、きついですね。でもやっぱ3年目なんで、もう上がってきてて、割り切れる部分も出てきたかな、ミスも少なくなってきてると思うんで、最初よりは徐々に向上したかなと思います。どこでも寝れるんで、すぐ寝れるんで、どこでも寝れるのは多分誰にも負けない。やるのももちろん好きですけど、最近見るのめっちゃ楽しいです。プロとか見るとめっちゃレベル高いんで、どこを狙うんだろうなみたいな、ちょっと考えたりしながらやってたけど、楽しいんで。カリオリに出たいっていう道があったんで、その大きい目標に向かって少しでも大きな意味とかに行くわけならないですけど、それが毎日一日のモチベーションになっているとかって、リーグ最初知ってて超えるっていうことは、その自分の勝負に少しでも近づくと思うので、この勝負です。いつも応援ありがとうございます。アウェイにもかかわらず、本当にどのような雰囲気を作っていただき、大敗したにもかかわらずちゃんと歌っていただいて、で選手としては本当に力になってますし、ありがたいなと思っています。またリーグ戦は4分の1頑張っていただきたいと思うので、また4分の3サポーターの方々の力が必要なので、引き続き応援よろしくお願いします。